新企画、内田プロデュース。どう変わるか楽しみ。スタイルとかもあると思う。壊した方がいいかもね。1万円でコーディネート。かわいい。どんどんリオさんに近づいてる。ラリオチャンネル、おはようございます。内田リオです。ただいま朝の6時、マジで眠いです。今回はですね、新企画題して内田プロデュース。この企画はですね、私が普段通ってる美容院だったり使ってるコスメだったりを使って、とある一人の女性を可愛くプロデュースしちゃおうという新企画になっております。ということで、今日は美に悩む一人の女性がこちらにやってきております。早速ですが紹介したいと思います。プロデュースされるのはこちらの方です。よろしくお願いします。こちらの現場マネージャー藤川ちゃん。藤川です。なんか今日特んでない？藤川ちゃん、私普段相手にしてるんですけど、今日のために全部すっぴんで。あら、覚悟がすごい。ちなみに藤川ちゃんは髪の毛染めたことってある？私ずっとこのまま黒髪で染めたことないんです。ずっとずっと染めたことないです。私が普段から通ってるこちらのミッキーバイシマさんのかわちゃんっていう私の担当の方を今日紹介したいと思うので、はい、おしゃれに変身してきてほしいなと。はい、いける？いきます。おしゃれになります。おしゃれになれる？はい、頑張ります。うわ、めっちゃ私もドキドキしてきた。より藤川ちゃんの可愛さが出るような感じで変身させる自信があるので、今日は一日中お付き合いお願いします。よろしくお願いします。ダーリオチャンネル、おはようございます。おはようございます。かわちゃんです。朝早くからありがとう。うちの現場マネージャーの藤川ちゃんです。はい、お願いします。今日藤川ちゃんをちょっと可愛く今風の感じにおしゃれなマネージャーさんに大変身させたいなと思ってるんだけど。はい、どうでしょうか？バッチリ頑張ります。ありがとう。一応こう母ちゃんと私では相談していまして、どんな感じにするかは、はい、もうなんとなくね、決めてるんだよね。そうですね。普段多分お仕事多分忙しいと思うので、うん、なるべく頻繁に来なくても大丈夫なように。嬉しい。助かるね。めちゃめちゃ助かります。とは言っても、イメチェンした方がいいと思うので、ちょっとバッサリ切って、内側にインナーカラーを入れていこうと思います。お、インナーカラー入れるんですか？おしゃれじゃない？言葉がおしゃれでしょ？言葉がおしゃれです。インナーカラーだよ。ちなみに、かあちゃんはもう本当にカラーも上手で、私もずっと担当してもらってるんだけど、例えばこの髪の毛でも1ヶ月経ってんのよ。え、これですか？そう、見えなくない？そういう風な髪に。しかも朝何にも触ってないのよ。時間が経ってもすごく綺麗な髪色だったりとか、カットにしてくれるので、忙しい人向きかもしれない、とっても。確かに。だから、めっちゃいいね。めちゃめちゃ楽しみです。ねえ、よろしくお願いします。お願いします。ダーリオチャンネル。ジカちゃん、普段はどういう風にオーダーしてるの？とりあえず、すぐ家出れるようになるべく結べるぐらいの長さで行ったり、いつもね、そうだよね、結んだりしてるもんね。そうです。アイロンとかもあんまり通さなくていいような、うん、あと楽な髪型がいいですっていう風にオーダーしてます。でもさ、今さ、はい、そのアイロンとかかけた状態？あ、これ今日一応かけてきました。でもいつもこんな感じのイメージだから、なんかすごい癖毛とかいうわけじゃないのかなとは思っています。どう変わるか楽しみ。ということで、藤川ちゃん、私は多分4時間ぐらいかかるのよ。なので藤川ちゃんが終わった頃にまた私は戻ってくるので、とりあえず川ちゃんと2人でこちらで楽しんでください。わかりました。ありがとうございます。じゃあまたね。お疲れ様です。はーい。ダーリオチャンネル。ただ最初にカットするんですけど、はい、結べる長さが一番いいんですよね。そうですね、できれば、結んだ時のこのくるげとかちょっと伸びてるので、はい、ちょっとしっかり整えて、跳ねても逆に大丈夫なように、はい、外跳ねになるようにこの肩ラインぐらいで切っていきます。はい、お願いします。
ちゃめちゃ優しいんですよ。私一回リオさんの現場で遅刻しちゃって、ね、寝坊しちゃったんですよ。そんなしかも現場結構遠いところで、うん、リオさんの電話で起きてあーみたいな、先タクシーで行ってもらって後から追っかけて行って、うん、現場についてリオさんすいませんって言ったら、あー、ひかちゃん来たんだって。僕は誰でもするから、現場来てめちゃめちゃ謝り倒せば全然大丈夫だよみたいな。やばい、謝れば、うん、間違いない。あー、この人優しいと思いました。それはそうですね。今日使う薬はプレミアムカラーって言って、切れ毛が 94% とか、なんかダメージをすごくしづらいものを今日使ってます。なんか根元からブリーチするんじゃなくて、ちょっとグラデーションな感じでいった方がより伸びても気にならないので、それでいきます。お客さんが男性受けてない、なんか何かにこう特化した方が輸出色ってすごい多分いいから、まあ、そういうのもあって、私自体はなんか男性のかっこいいとかっていうよりも女性のかわいいを作る方が楽しいから、女性しかじゃない。カラーリングの楽しさとかってあるんですか？透明感とかやっぱ全然違いますね。あとやっぱりメイクとかした時の生え方がなんか違うなって思う。美容師さんって本当いろいろこう見てないと、なんかファッションもそうだし、映画もそうだし、今の YouTube とかそういう SNS もしっかり見てないといろいろ変わるから、それに対してこう髪の毛どうしようかなとか、いろいろ決めてますけどね。お客様の生活、まあ一番ですけど。結構皆さんなんか黒だったりとかレザーとか着る人多くなりそうだから、ちょっとこうその中でも髪の毛が生えるようにこう柔らかい感じの髪の毛の色とかが流行るなっていう感じはします。結構ハイトーンだったりとかインナーカラーだったりとか、そういうのも結構多い気がしますけどね。ここから全体をカラー剤で明るくしていきます。ブリーチまではいかないけど、明るくなるべくしたくて、ダメージでもさせたくないっていう人とか、普通のワンカラーよりは明るくなりやすいですね。ダーリオチャンネル。前髪とかだけでも来るんですか？前髪だけ来ます。ドラマのシーンが繋がらなくなっちゃうんですよ。この前髪がすぐ伸びちゃうなので繋がるように切ってもらってます。ちょっとだけっていうのをいつも結構繰り返して、あとなんか髪の毛が徐々に日焼けとかで明るくなるとそれも繋がらないから、また元に同じ色に戻してもらう。大変。毛束ねむってね。終わりました。では藤川ちゃんはめっちゃ大好きなマネージャーさんで、すごい頑張り屋なんですよ。2年目なんですけど、だからもし可愛くなりたいんだったらめっちゃ協力してあげたいんですけど、なんか無理やり変えてるとモラハラっぽいので、だから本当は心配で、昨日も本当に大丈夫って言って何度も確認しました。
オチャンネル。ふじかちゃん完成したそうです。あどうだった？めちゃめちゃ可愛くなりました。ちょっとまだね想像ができていないのよ。インナー部分にブリッジ2回して。お2回したのね。そうなんです。で今すごい流行ってるダブルケアカラーっていう2回ケアカラーっていうカラーをして外国人風に透明感あるカラーに全体も仕上げてます。ちょっとなんかマジで想像つかないかも。呼んじゃいましょうか。じゃあ行きますよ。藤川ちゃん、かわいい。めっちゃかわいい。かわいいよね。めっちゃかわいいじゃん。ワクワクしてもらいました。すっぴんだよねまだ。あ、口だけ今でもやっぱすっぴんなのに、うん、全然垢抜けて見えるわ。髪型だけで。やったー。お化粧したみたいな感じに見える。ね、すごい透明感がある。すごい透けてますよね。全体のカラーも透けてるけどこっちも2回ブリッジしたっていうのもあるけどすごい透明感が出てます、うん、あとポイントでここに遅れ毛がしっかりあるので結んだ時とかもすごい可愛くこうフィットするように。なるほどね。これを出して結ぶんだ。で結んであげるとインナーカラーもこう出てくるのでそれで結んだ方がまたちょっと大人っぽくもなるし、うん、インナーのハイライトもより出てすごい可愛くなります。本当にありがとうございます。満足しましたか？めちゃめちゃ満足しました。ありがとう、かわいちゃん。ありがとうございます、ぜひぜひ皆さん島に来てください。ちょっと変わりたいって言った一つの勇気でねこれだけ変われるっていうのがちょっと今回改めて分かったのでぜひ島の母ちゃんのところに来てください。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。髪型って一番重要なんだなって思ったんだけどもっと可愛くなるためにはやっぱねメイクだったりとかファッションも重要だと思うので、はい、今日はこの後、はい、それも買いに行ってくるので、はい、今日変わります。ぜひ、はい、全貌は YouTube で、はい、応援してます。ありがとうございます。ありがとうございました。